でかい、またでかいっすね。35分、ピンチョロガンダム1号、重りさ 25cm、 深さ 1.5m。 どうでしょうか。綺麗ですね、尾っぽがね。24cm は超えてると思います。ここ針がかり、ここ後で詳しくお見せします。先ほど釣ったヤマメですけどね、どうも放流魚が綺麗になったような感じもしないではないんですね。ここに傷ついてますからね。まあそれでもヒレピンです。24、5cm。 これは後でリリースします。先ほどのイワナは夕食用にお持ち帰りです。本日は2019年5月7日ゴールデンウィーク明けの今日火曜日ですね。1時38分、玉が氷川渓谷に来てます。シャッカミ抜き狙いです。2時12分、 0.8 号投資から0.4号投資にかけたら一発できました。ピンチョロガンダマ1号、25センチを盛りした深さ80センチ。一発できたでしょ、ね、ほんのり綺麗です。23センチか4センチかですね。
り小さいですね。映ってるかな。2時32分。ピンチョロ。ガンダム1号、重り下25センチ、深さ 1.5 メートル。さっきより小さいですね。いいですね。21センチくらいでしょうか。リリースします。おー、すごいね。リリースします。小さいと思う。下行ってしまいました。みっともない真似を、すいませんでしたね。4時54分田物の下通り過ぎていっちゃいました。あ、みっともないね。綺麗な岩名だこと100近いですかね。ガンダマ1号、重り下25センチ、深さ 1.5 メートル。28センチくらいですね。情けない。抜けなかったのがね。はい。まあまあ、綺麗な。こっち来ていいよ。はい。映ってもよければね。見てましたって。すごい岩名です。はい。まあね、30センチはなかったですね。今度はもうちょっとうまく受けれるようになりたいと思います。5時35分、ピンチョロガンダム1号、重さ25センチ、深さ 1.5 メートル。どうでしょうか。綺麗ですね、尾っぽがね。24センチは超えてると思います。谷がかり、ここ後で詳しくお見せします。